こんにちは、イキです。本日も30秒でテクニカルコンテンツをご紹介します。今回は開発ツールに関するコンテンツ、オラクル重生ツールで開発効率を改善しようというコンテンツのご紹介です。こちらのコンテンツは4つの開発ツールについて紹介されていて、実に半分が APEX に関する紹介です。 APEX とは何かと言いますと、こんな画面やこんな画面、またこんな画面までをウェブブラウザのみで作れるというウェブアプリケーション開発ツールのことを言っています。オラクルのデータベースクラウドでも簡単に使えますけれども、 APEX オラクルコードでも使えますので、ぜひ試してみてください。資料では順を追って開発手順をご紹介していて、主要な画面の作り方がしっかりと分かるようになっています。そしてそれだけではなく、ウェブアプリケーションの作成に役立つ Tips や応用方法もしっかりと書かれていますので、ぜひコンテンツで確認してみてください。次回は続きをご紹介します。以上、進めてくれるコンテンツ前編でした。リンクございますのでクリックしてみてください。ご覧いただきありがとうございました。また見てください。